定年まで未来が不安です。したら55歳ぐらいとかになります。体も衰えてしまうので仕事するのが辛いかなと思うので。人生100年とも言われる時代、しかし近年の物価高、年金など老後の生活を考える中、皆さんは何歳まで働き続けますか？新しい世界切り開いてください。今日都内で行われたシニア向けの就活イベント。新たな仕事との出会いを求め、およそ450人が会場に足を運びました。空いてるスペースにこう置いていただいて。イベントにはガストやバーミヤンを展開するスカイラーク、日本郵便やアマゾンなどおよそ30社が参加しました。総務省によると65歳以上の就業者数は増加を続けていて、去年は914万人と過去最多を更新。また70歳から74歳までの就業率は 34%、 つまり70代前半でも3人に1人以上が働いていることになります。まだ働きたいという気持ちが大きいですか？もちろんです。新しいことできたらいいなと。高齢者の4人に1人が働く時代、町の人に何歳まで働きたいかを聞きました。できるなら働きたくなります。50歳ぐらいまではまあ、何かしら仕事はするだろうなとは思ってて、ゆっくりその静かなところで暮らしたいなとは思います。働けるうちはずっとなんかやっていければなと思ってます。上の方だと50代後半の方とかもいますし、結構資格はずっと使えるので。一方、高齢者になっても働きたい理由は何なのでしょうか。シニア向けの就活イベントに参加した人は、僕はやっぱり経済的不安がこの先ありますんで、親また2人健在なんですけども85なんで、まあ、先行きのこと考えて施設に入る入らないになってくると、まあ、お金当然かかるし、今すごく大変なんですよ。生活のためという人がいる一方で、起きてやることがない状態って結構辛いんですよ。仕事を探しているというよりも、これからの生き方自体を模索しているという感じで。100年を生きるためにはやっぱり新たなこう社会的接点が必要なので、いろいろ多様な人たちとこう仕事ができたらな、まあ、年齢問わずそんなところを考えています。年金も当てにならないですし、弱い40になりいろいろと考えるようになってきました。何歳まで働きたいですか？30代の4割ほどの方が65歳まで、66歳以上と答えた方少ないんですね。これよりも 34%。 同じ質問60代の方に当ててみますと、66歳以上と答えた方が8割を超える。これはやはり継続的に収入を得られる、社会参加ができるためということなんだそうですけど、まあいろいろと考えますでしょう。そうですね。でも30代できっと考えていることって、実際に60代になった時には、ああの時甘かったなじゃないですけど、きっと見えてる景色がそれぞれの世代で違うので、その世代その世代で考えることがこれぐらい変わってきてもおかしくないよなとは思います。確かに、はい、何歳まで働きたいみたいな考えます？私はもう仕事がなくなるまで。ワーカホリックいや私もなんかもう命途絶える寸前まで仕事して前のめりで死んでいこうと思ってましたけど、最近もうちょっとやめようと思いました。なんかいいところでスパッとやめて、なんか仕事にしがみつくのやめようと思いました。え、そうなんですか？もうちょっと話していただけますか？次ですね、シニア世代がこういうやっぱりことも増えているということで、隙間バイト、これ若い人もねよく使うようになりましたけど、65歳以上の方の登録者が増えています。例えばもちろん今までやっていた能力を生かすということもできるんですけど、それ以外のことちょっとやってみようかな、1時間で働けますんで、今までやったことないことでも体に負荷がかからないようなことをやってみたい、うん、最年長の方88歳で物流倉庫の仕分け作業に勤務していらっしゃる方もいるということで、こういう働き方も増えていくのかもしれません、はい。